神宮寺勇太が2日にインスタグラムを更新。サングラス&短パン姿で砂浜に佇む姿を写真で披露すると、ファンから称賛が続出。平野翔からのコメントにも反響が集まった。別カット、神宮寺勇太の美脚が映える短パン姿。神宮寺が、夏の終わりって良いよね、と投稿したのは自身のソロショット。写真には黒シャツ、黒短パン、スニーカーに白ソックスでサングラスをかけた神宮寺が、海をバックに砂浜で佇む姿が収められている。投稿されている写真の中には、ポケットに手を入れて立つ神宮寺が、凛々しい表情でカメラを見つめる彼氏風ショットも。神宮寺の投稿にファンからは、海岸に国民的彼氏降臨。彼氏感満載で素敵、などの声が殺到。その一方で平野翔が反応し、まだがっつり夏じゃない。と突っ込むと、ファンからは、紫光くん突っ込みキレキレ、紫光くんの突っ込み、わら、仲良しで嬉しい、といった反響が相次いでいた。